ありがとうございました。いつものおなじみ助けてドラえもんやって終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。これ知らない人よ、ぜひ聞いてください。今ツイキャスでいる人、ニコ生でいる人、多分知らないと思いますね。いい曲なんで、よかったら最後僕のいつも締めなんです、聞いてください。助けてドラえもん、僕もダメかもしれない。助けに来てドラえもん、せわしは放っておいて。失敗ばかりの毎日、好きな子には無視される。昨日はバイトで55回、店長に怒鳴られた。どこでもドア出してよ、どこか遠くに行きたいんだ。まあ君はもうここにはいないわけだけど。助けてドラえもん、僕もダメかもしれない。どんどん自分のこと嫌いになっちゃうんだよ。大人になったら何でも正解がわかると思って。だけどそういうわけじゃないんだね。今日はみんなありがとうね。せめて夢の中くらいヒーローになりたいな。ネトゲでも神になれない、僕じゃ世界は救えない。タイムマシンを出してよ、あの頃に戻りたい。ダメダメな僕だったけど心から笑えてた。助けてドラえもん、僕は何にもできないよ。履歴書の長所欄に書くことが何もない。それなりに頑張ってきたつもりだったけど、やっぱり未来の道具なしじゃ主役にならない。ばかりの毎日、好きな子にも無視されて。君はバイトで55回怒鳴られたりもする。
だろう。でも人はそんなことで人を嫌いにならない。ヒーラーって強い奴のことじゃないだろう。君は大丈夫だよ。勝ち負けばかりの世界、たまには負けもいいだろう。さよならのび太くん、君は人に笑われて人を笑うやつじゃない。それってすごいことさ。さよならドラえもん、今僕に必要なのはどこでもドアじゃなくて開ける勇気だ。ダメな僕だけど今日は頑張ってみようかな。昨日よりもちょっとだけ自分を好きになれるように、自分を好きになれるように。今日はありがとう。楽しかったぜ。Thank you。ありがとう。お疲れ様でした。もう今日は疲れました。荷造りするわ。おやすみみんな。明日頑張るよお前ら、頑張るよお前ら、ほんまな、ほんともう負けるなよお前。